こんにちは、カッサンです。この動画は AK2 級合格、偏差値60以上、共通テスト 80% 以上を目指す人に向けた動画です。毎週10個ずつ英単語の覚え方をアップしていきますので、面白いなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日覚える単語はこの10個です。一瞬で脳にこびりつけていきますよ。レッツゴー。最初の単語はこちらです。インストラメント、道具。僕の生徒とかね、いつも彼女欲しい欲しい言いながらなかなかできないやつがいて、ある時インスタをねめっちゃ眺めてたんで、おいおいずっとインスタ見てんなって突っ込んだら、いや違うんですよ、僕ねインスタでカップルの写真ばっかりね見てるんですよ。え、なんなんそれ。いやいや、街出るとねカップル見るとめっちゃ寂しになるんですよ。だからインスタ見て鳴らしとくんです。そしたら寂しくならないかなと思って。え、インスタをメンタル鍛える道具にしてんの？インスタをメンタル鍛える道具にするインストラメント、道具、はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。クライシス、危機。僕ね、お姉ちゃんがいるんですけど、そのお姉ちゃんが高校の時に大失恋をして、ね、ものすごく落ち込んで毎日ため息ついて下ばっかり見て歩いてたんですよ。で、ある時通学路で僕お姉ちゃん発見したんですよね。でお姉ちゃん見たらやっぱり下見て歩いてるんですよね。でうわー、またお姉ちゃん下見て歩いてるわと思ったら、今度は赤信号に気づかずにそのまま歩いていったんですよ。そしたらほんまに車がうわーってすごい勢いで通ってきたんで、僕思いっきりお姉ちゃんにお姉ちゃんって叫んだんですけど、お姉ちゃん気づかずにとことこ歩いていくんですよ。そしたらもうわずかなところで車がスンって通って、お姉ちゃん危機一髪で助かったんですよ。クライシスたら危機一髪、クライシス、危機、はい覚えたー。続いての単語はこちらです。ソイル、土壌。皆さん土壌すくいって知ってますか？あのこうね、カゴを持ってソイヤ、ソイヤ、ソイル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 ヤ、土壌すくい。ソイル、土壌、はい覚えたー。続いての単語はこちらです。correspond、一致する。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。はい、最初の CO の文はこれは一緒という意味ですね。これはコンビのコンと一緒の語源です。そして respond なんですね。つまり反応が一緒、それって反応が一致しているってことですね。 correspond、一致する、はい覚えた。続いての単語はこちらです。 conquer、征服する。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。はい、最初のコーンはこれは完全の方になります。これはコンプリートのコーンと同じ語源ですね。そして QUE なんですけども、これは求めるという意味になります。これはクエスチョン、質問というのは答えを求めるものですよね。セーブするというのは全てを自分のものにするということですね。つまりは完全に求めているということです。 conquer、 セーブする、はい覚えた。はい、これで前半戦5個終わりました。素晴らしいです。この調子で後半戦も頑張ってもっともっと賢くなりましょう。頑張れ。続いての単語はこちらです。カンクリート、具体的な。こちらは知ってたよシリーズですよね。はい、そうです、コンクリートです。このカンクリートにはコンクリートって意味もありますが、具体的なを覚えなくちゃダメなんですね。じゃあなんでコンクリートが具体的になるのかというと、コンクリートっていうのは固まってますよね。例えば意見が固まっているっていうのは意見が明確で具体的だってことなんです。カンクリート、具体的な、はい覚えた。続いての単語はこちらです。ルース、ゆるい。こちらは知ってたよシリーズですよね。はい、そうです、ルーズですよね。時間にルーズな人っていうのは時間にゆるい人ですね。ルーズソックスはどうですか？あのルーズソックスはパチッと締まってなくて緩いたるんだソックスですよね。そしてルーズリーフ、あれはパチッと固定されてなくてバラバラにすることができる、つまり緩いわけですよね。でもそれは全部実はルーズではなくてルースなんですね。発音注意してください。ルース、緩い、はい覚えた。続いての単語はこちらです。アーバン、都会の。これは知ってたよシリーズなのかな。アーバンライナー知ってますか？これは大阪と名古屋を結ぶ近鉄電車の名前です。確かに都会と都会をつないでますよね。でもめっちゃローカルやんと思った人まだありますよ。はい、アーバンリサーチ、
なんか聞いたことあるぞっていう人、そう、洋服屋さんですよ。アーバンリサーチは都会をリサーチして服作りをしている服屋さんなんですよ。俺服屋さんなんて行けへんしっていう人、じゃあこれで覚えてください。やはり形容詞は後ろに名詞をくっつけてコロケーションで覚えるのが一番ですよ。アーバンライフ、都会の生活、イメージしながら何度も何度も口に出して言いますよ。アーバンライフ、東京タワーが見えるぞ。アーバンライフ、人がいっぱいだ。アーバンライフ、スタバがあるべ。アーバンライフ、歌舞伎町には近づくなよ。アーバンライフ、アーバン、都会の、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。サバ、郊外。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。はい、サブはサブメンバーのサブ、これはメンバーから外れた人たちですよね。そして URB はこれアーバンの URB なんですね。つまり都会から外れたところ、それは郊外ですよね。サバーブ、郊外。はい、覚えた。最後の単語はこちらです。ルーティーン、決まってすること。これは新定番シリーズですよね。はい、ルーティーンですね。これは YouTube とかでモーニングルーティーンとかナイトルーティーンというのはよく見たりしますよね。モーニングルーティーンというのは朝決まってすることですし、ナイトルーティーンというのは夜寝る前にすることですよね。ルーティーン、決まってすること。はい、終えた。ここまで見てくれた人でいいなと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではフラッシュカードで脳にこびりつけちゃいましょう。レッツゴー。はい、お疲れ様でした。今日覚えた単語はこの10個です。動画を止めて覚えてるかどうか確認してみてください。いやー、脳にこびりついちゃってますね。単語のリクエストがあればコメント欄で教えてください。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、覚えたー。